北のおじいたちのフェルトです。ハルくんです。はい、皆さん、今年もね、あと残りわずかとなりました。はい、そうですね。しかし、まだね、まあ、ビッグイベントが控えていると、もうすぐクリスマスを迎えます。まあ、今年1年通してきて、まあ、ある企画がありました。まあ、今年1年、まあ、かわいい貯金という企画をやってきました。まあ、ハルくんが、その、卒業旅行で、まぁ、ちょっと日本にいなくなったタイミングで、まぁ、僕が一人で可愛い貯金でやったのが初めてだったんですけど、第2弾二人でやったりとか、まぁ、第3弾、としみつさんを交えてね、まぁ、一緒に可愛い貯金やったりだとか、まぁ、あとはもうリアル版可愛い貯金、まぁ、さやちゃんだったりとか、ななこちゃんだったりとかね、まぁ、そしてまぁ、小走りさん単体だったりとかね、で、まぁ、そしてまぁ、文系さんを交えて、まぁ、あずき姫可愛い貯金をやりましたね。やりましたね、懐かしい。そう、僕らの中でもかなり、その、見られている企画というか、まあ、人気の企画だったかなと、そう思います。まあ、クリスマスも近いということで、クリスマス特別企画、可愛い貯金で貯めたお金で北口さんだから女性賞ありがさんにプレゼントを贈ろう。メリークリスマス。メリークリスマス。まあ、女性妻さんがもう尊いから、僕らも幸せな気持ちになって、まあ、こうやってね、まあ、貯金してたんで、まあ、そのお金で、まあ、お礼をしようじゃないかという企画になります。まあ、実際何円貯まったのか、ちょっと今からね、集計してみようかなと思います。もう、見えてるものが。あっ。うわぁ。言っちゃうの、ほら。やーべえやーべえやーべえ500円めっちゃ減ってる。はい、集計が終わりました。出ましたよ、皆さん。すごいよ、本当に。まあ、1年間の、可愛い貯金の合計金額は11万600円でした。おお、来ましたね。結構大台超えた。来ましたね。10万超えるか。まあ、ちょいちょい、なんか、万札とか入れたりとか、まあ、100円大量に入れたりとか、まあ、クラスも1万円分持ったりとか、ね、そう、いろいろね、まあ、としみさんの指輪とか、あったり、まあ、あとはなんか、プライベート貯金してたやつもあったり、プライベートってやばいけど、500円が入ってるじゃんね。はい、というわけで、今からね、僕のお金を、使わせていただきまして、まあ、徳一番さんの皆さんに、プレゼントを買いに行こうかなと思います。はい。サンタさんがプレゼント買うとちょっと夢なくなる。買いますっていうのね、あれだよね。あ、違いますね。違います。魔法、魔法、魔法台。魔法台。これで買える。魔法台。買いましょう。シャン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 。いや、音やば。でれってってれって。買ってきましたー。イェーイ。買います。買ってきたんじゃないですか。すーごい。まあ、これがね、すべてじゃないんですよ。そうですね。いろいろね、まあ、こう、いろいろありまして。入りきれなかったこともあります。はい、他のサンタ業者の人に頼んだりとか、仲間がいる。そのしてるんで、うん、用意したプレゼントを、まあ、女性一番の皆さんアプレートしていくんですけど、やっぱ12月ってあって、まあ、皆さんね、出演できるか分かんないんですけど、まあ、直接お会いすることができなくても、何らかの形で、ね、渡していければと思いますので。で、今日はですね、まあ、おそらく12月の22日だと思うんですけど、希望としては、23日のクリスマスイブイブ、24のクリスマスイブ、25のクリスマス、このね、まあ、3本立てというか、まあ、そこでね、はい、まあ、ちゃんと、まあ、クリスマスの期間中に、まあ、動画公開とアプレートすればいいかなと思って。そうですね。それでは女性一番の皆さん、1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは北口さんが出動。
メリークリスマス。メリークリスマス。こういう感じだっけ、サンタさん、本当に。じゃあ、タクシー行きましょう。いや、タクシー行きましょう。トナカイ。トナ。トナ。